閉店ガラガラということで、皆さんこんにちは。実はですね、うちのジョーさんのご家族がですね、まあ、コロナにかかってしまいまして、で、まあ、濃厚接触者ということで、ジョーさんがね、出勤できないという今状況になっておりまして、休業しております。この期間でまあやんなきゃいけない仕事もありますし、まあ、あとは時間がありますので、この間にたくさん撮影をしておこうということで、本日は六本撮りでね、サツコシはサツコシで、まあ、うち冷凍ピッツァとかもやってますので、もうそれをね、ひたすらやりますなんてことをやってますので、お店は休業してますが、めちゃくちゃ忙しいです。まあ、この辺のね、お話に関しましてはセカンドチャンネルの方でちょっと話しますので、まあ興味ある方はそちらご覧ください。ということで、本日やっていくレシピがエビのトマトパスタでございます。これはね、もう僕ならではのレシピなんじゃないかなと思います。では早速やっていきましょう。ではまず材料紹介からです。マンチーニのパスタまだちょっと余ってるんで、今日マンチーニのスパゲティ使っていきます。まあ、お好みのもので、あとは唐辛子、ニンニク、玉ねぎ、トマト缶、オリーブオイル、片栗粉、卵と、あとエビね、を使っていきます。さあ、勘のいい方だったらお分かりではないでしょうか。これね、まあ、僕ならではのレシピになるんじゃないかっていうのは、さまざまな巨匠と動画撮らせていただく中でいろいろ僕も勉強してきましたから、今回は山野辺シェフに教わったチャン、覚えてますか皆さん、チャン。卵白を入れて片栗粉、はい、チャンって言うんですか。チャンって、チャン、チャン、あ、チャン、チャン。やっぱりエビの良さって、あのプリプリなこの食感だと思うんですよね。身の方をチャンしていって、殻の方は香りを出してエビのオイルを作る、その2つを合わせたエビパスタなんかもうめちゃくちゃうまいに決まっている。玉ねぎは今日スライスにしましょうかね、1人前分だけ。30g ぐらい、ちょっと測ってみましょうかね。この感覚というのは合っているのでしょうか、見てみましょう。いくか。はい、 30g。 ほら 30g いってるでしょ。見てこれ、1400円だからね。これまあ大型で確かにね、プリプリしたエビではありますけれども、高いからこそやっぱり殻までね、もう全部使って美味しくいただきたいですね。殻だけ先に、剥いちゃいます。香り出しに使ってきますので、これ取っといてください。ちょっと背中の部分に切り込みを入れます。これはね、あの火通した時にこういう感じにプリンと丸くなりますので、背わたなんかがありましたらこの時点でね、取ってあげてください。そしたら、じゃあまずエビをチャンしていきましょう。イタリアンと中華がね、その相性いいよって山野辺シェフおっしゃってましたけれども、これまさにそんなレシピじゃないかなと思います。最初に、塩ですね、塩を振って軽く卵白を加えます。そしたらね、ちょっとこれをまずなじませて、でざっとなじみましたら、ここに片栗粉、まあ、このくらいでいい。でこれをこう合わせておく。中国料理の技法でチャンって言うんですけれども、まあ、今回エビでやりましたけれども、これはもう魚介類全般で使えるそうです。魚でもいいし、ホタテとかね、そういった食材にも使える。でここまで準備しておきます。あとニンニクですね。まあ、今日はちょっと潰して、気になるような大きな目だったら目も取ってあげてください。どうしても焦げやすいですからね。フライパンにオリーブオイル、1人前で 20g ぐらいで、ここにエビを加えて加熱。結構ね、ここはじっくりとこんがりと、このエビの香りをオイルに移すっていうイメージで、いい感じに香りも出てきたなと思ったら火を消して、ちょっとこのままね、一旦このまま粗熱を取っていきます。はい、でちょっと温度下がったかなくらいで、ここにニンニクを加えて、弱火くらいの火加減で、ここでまたニンニクの香りをじっくりと引き出していきます。香りが出てきたら、ここに玉ねぎを加えます。ちょっと水分を引き出していきます。
玉ねぎがしんなりしてきたあたりで、ここでね、チャンしたエビを加えます。エビの身の方に油がなんとなく回れば OK です。まだ全然生なんでね。そしたらですね、火をちょっと強くしていただいて、白ワイン、で、アルコールが飛びましたら水分を加えていきます。このエビの殻からね、このしっかりと旨味と香りと引き出していきます。だいぶね、ちょっと水分も煮詰まってきて、もうエビももうプリプリと火通ってますので、ここでね、一旦身の方は外しておきます。これね、ずっと入れっぱなしにしてるとどうしても硬くなっちゃいますのでね、外しておいて、あと殻の部分、殻もこの時点で取り除きます。で、殻も取り除いたら、ここにトマトソースですね、を加えていきます。まあ、今日はあのホールトマトの部分をそのまま加えて作ります。沸いてきたら弱火に落として、あとこのまんまですね、7、8分ぐらいちょっとこのまま煮込んでいきます。パスタの方も茹でていっちゃいましょう。塩分濃度は 1% ぐらいで今日はやっていきます。でパスタの方があと1分ぐらいで茹で上がりますので、そしたらですね、まあ、こちらね、ソースの方はこんな感じ、もう水分が全然こうないような状態、このくらいになるまであの煮詰めてあげて、茹で汁を少し加えて水分出します。ソースを温めながらエビを戻して、パスタの茹で上がりを待ちます。よし、じゃあパスタ茹で上がりましたので、ここで合わせていきます。で麺と絡んだらちょっと味見をして、塩分だけ見ますね。めちゃくちゃうまい。はい、完成いたしました。美味しそう。これすっごい、エビがすごくない？エビチリみたい。まあ、チャンしてますからね。いただきます。いただきます。うん、うん、すごいブリンブリンじゃない、うん、チャンすることによって片栗粉入ってるから若干ちょっととろみがある感じでしょ。でよく麺に絡むね。エビの殻を炒めてる。そう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 、このエビの殻炒めが入るとめちゃくちゃ香ばしくない、うん、エビの香りを楽しめる一皿ですね。でしょ、うん、美味しい。まあ、女性が好きな感じだね。そうだね。クリスマスとかに作ってみたらどうでしょうか。ぜひぜひ。これクリスマスで出てきたら結構お父さんの株上がると思うんだけどね。すごい、まあ、ということで本日はエビのトマトパスタをご紹介いたしました。チャンをしながら作ってみてください。